こんにちは、山田と申します。今日は有理数の集合の中密性についてお話ししたいと思います。 これは僕が小学生の頃の話なんですけど、小学校からの帰り道で変な形の石とかは見つけて、変なもん拾ったってよく家に持って帰ってたんですね。で、まあ家族には変なもんやったら拾って帰ってくんなってまあ結構ガチのツッコミを受けてたんですけど、まあ僕はそれを虫眼鏡とかですごい拡大してみるのが好きやったんですね。で、今日最初に言った有理数の集合の中密性って何かというと、 数直線を虫眼鏡とか顕微鏡でガーッと拡大していきましょうと。で、拡大して見ていったとき、どこまで拡大しても絶対有利数が存在しますよっていう説のことを言うんですね。なので、例えば、数直線上にルート2を考えて、ここから距離0.001の範囲に 有理数 R は存在するでしょうかという問題を考えたとき、これは存在するということになるんですね。で、さらにこれは中心がルート2じゃなくてもいいし、範囲の距離も0.001よりもっとどこまでも小さくしても成り立つわけですね。ということで今日はこの有理数の集合の中密性がなんで成り立つかざっくり説明して、その後この定理の背景にある厳密な部分にも触れたいと思います。 というわけで、まず有理数の集合の中密性をきっちり言うとどうなのかっていうところを説明しておきますね。まず、実数 A を好きに取りましょう。で、もう一つ、正の数イプシロンも好きに取りましょう。で、このイプシロンは上の0.001みたいに割と小さい正の数をイメージしてます。で、この A とイプシロンを用意したら、 この a からイプシロンを引いてできる a- イプシロンと a にイプシロン出してできる a プラスイプシロン。この二つの実数ができますね。で、この時、イプシロンがいかに小さかろうが、つまりこの幅がいかに狭かろうが、絶対この間に有理数 r が存在しますよと。有理数の集合の中密性をきっちり書くとこうなりますよと。 まあ上の具体例と比べると、ルート2が a に相当するもので、0.001がイプシロンに相当するものですよと。こういうわけですね。で、これなんで成り立つかっていう、まあつまり証明なんですけど、結構簡単なので、もうさっさとやってしまいましょう。まあこの証明を読めばなんで成り立つかっていう直感的な理由もわかります。 まず、この a- イプシロンと a プラスイプシロンの幅何ぼでしょうというと、この幅は2イプシロンですね。で、この2イプシロンよりも n 分の1の方が小さくなるように、正の数 n を取りましょう。例えば、イプシロンが0.001やったとすると、2イプシロンは0.002になるわけですから、n としてはまあ1万ぐらい取っとけば、 0.0001になるので、この不等式満たしますね。こういうふうに、イプシロンはもう先に取ってあるので、後出しで n 分の1をめちゃくちゃ小さくしたら、この不等式満たすようにできますよね、と。で、この n に対して、こういうのが成り立ちますよ、と。幅が2イプシロンの区間には、絶対 n 分の k で、k は整数。で、この形の有理数が絶対存在するんですね。 これなぜかというと、n 分の整数の形の有理数って n 分の1ずつ増えていくんですよね。この増え幅が2イプシロン未満なわけです。つまりこの幅未満なわけですね。ということで、この2イプシロンの幅を n 分の整数たちは飛び越えることってないんですね。 ということで、この2イプシロンの幅、この間には絶対 n 分の何たらっていう有理数存在するはずですよね。ということで、絶対この間に有理数が存在しますよ。おしまいと。こういう証明になるわけですね。で、この証明がもう理解できていれば、有理数の集合の中密性のイメージは OK です。なんですけど、 ちょっとだけ厳密に考えたいところがあってそれはどこかというとほんまにどんな正の数イプシロンに対しても n 分の1小なりにイプシロンを満たすような正の整数 n が存在するんですかとはいこういうところちょっと疑問に思うんですねでまあこれそんな当たり前ちゃうんかと高校数学でリミットの n を無限大に倒すす時の n 分の1が0って習ったやんけって 思う人いらっしゃると思うんですけど実はですねこれ高校数学では証明せずに使ってるんですねつまり高校数学の教科書をバッと見てみるとこれ n 分の1って n を大きくしてたらそれは0に近づくでしょうって言ってるだけで全然証明してないんですね じゃあこいつどうやって証明すんねんっていうと、はい、厳密にやるならば、アルキメデスの原理というものを用いることになるんですね。このアルキメデスの原理は、あの、浮力の原理を表すアルキメデスの原理と同じ名前なんですけど、あれとは全く関係ありません。数学にアルキメデスの原理ってあるんですね。はい、なので、それを使って実は示すことになるんですね。 ということで、有理数の集合の中密性もう分かったっていう人は、もうここで動画切っていただいても構いません。ただ、あれ N 分の1の極限が0になることを確かに証明してへんな、証明気になるっていう方は、ぜひこの先も聞いてみてください。それでは、アルキーメデスの原理がどういうものか説明していきますね。用意するものは、正の数 P、Q です。で、この P と Q に対して、NP 大なり Q。 を満たすような正の整数 n が存在しますよっていうのがアルキメデスの原理です。どういうことかというと、イメージとしては、この p はかなり小さい数を考えてて、q はかなりでかい数をイメージしてます。例えば p、p イコール0.001、q イコール100億ぐらいをイメージしましょう。こうした時に、もちろん p を2倍や3倍したぐらいじゃ、 想定9には及ばないわけで,すけども,でも諦めずにずっとずっと足し合わせていきましょう2倍3倍4倍5倍とずっとやっていくといつかは9をもう上回りますよというのがこのアルキメデスの原理なんですね。 で、これなんでアルキメデスの原理というかというと、アルキメデスが著書の中で、これは認めていいでしょうということで、原理としてもうここから出発したんですね、アルキメデスは。ということで、それにちなんでこの性質をアルキメデスの原理とか、アルキメデスの性質ということもあります。ただ現代では、このアルキメデスの原理から出発するんじゃなくて、別の方法で実数を定義して、 で、その定義からアルキミレスの原理が導けますよっていう方法で話を進めることがほとんどです。ということで、ここでもアルキミレスの原理を証明していきたいんですけど、じゃあどうやって証明するんやっていうと、単調誘拐実数列の収束定理、これを使います。でこれについては前回の動画で詳しく説明したので、詳しく知りたい方にはその動画を見ていただきたいんですけど、ここでも軽く復習しておきましょう。こんな定理でした。 上に誘拐で抗議単調増加する実数列は極限値を持ちますよと。増角とこんな感じです。上に誘拐ということは、なんか頭打ちにしてくれる数が取れるっていうことなんですね。で、一方で抗議単調増加するっていうのは、こうどん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 増えていく。もしくは同じ値でもいいですよ。 はい。こういう数列のことを抗議単調増加する実数列って言うんですね。別の言い方をすると非現象な実数列と言っても同じことです。で、こういう実数列は絶対極限値を持ちますよと。これを前回の動画では単調誘拐実数列の収束定理と呼んでたんですね。まあ、一般には単調収束定理と呼ばれることも多いです。で、この定理を使うと、このアルキメレスの原理が証明できますよということで、証明していきましょう。 証明方法は入り法です。つまり、これが成り立たないと仮定して、矛盾を導きましょうということですね。これが成り立たないっていうことは、どんだけ大きい数をかけたとしても、いつまでたっても9の方がでかいもしくは等しいっていうことなので、2の正の整数 n に対して、np 小なりコール9が成り立ちますよと。これを仮定しましょう。で、この時、 この左辺の NP を AN と置いておきます。こうするとですね数列 AN の全ての項はいつでも9以下ということなのでこれ上に有快な実数列になってるんですね数列 AN は。でなおかつこの AN ってこれ N を増やしていくともちろん単調増加ということで単調有快実数列の収束定理から極限値を持つっていうことが分かりますね。 ということで、この極限を S と置いておきましょう。すると、この S って、スープの AN に等しいんですね。で、このスープの AN 何だったかというと、定義はこういうものでした。すべての N に対して、AN 小なりイコール L となるような L のうちで最小のもの。これが定義やったんですね。 つまり、この数列を頭打ちにしてくれるこのラインっていうのはもっと上でもいいんですよ。とりあえず、ここ以下って言えるようなラインが引ければ上に愉快って言えるので、もっと上にあってもいいんですけど、でもその中でも一番下のラインですね。つまり、下げて下げて下げてカツンと当たるところ。ここをスープの AN というんですね。で、これが極限 S に等しいんですよっていう状態になったわけですね。 はい。なので、さっき L って書いてたやつをもうここ S に書き換えてます。こうすると、この S から P だけ下げたラインを考えたら、いつか数列 AN の項がこう S 引く P を乗り越えてきますよねと。なぜかというと、AN 小なりイコール L となる L のうち最小のもの、これが S に等しいっていう話だったんですね。なので、 ちょっとでも下げると、そこよりもこうって、いつかは大きくなりますよねと。ということで、s、s-p よりも an の方がいつか大きくなりますよね。で、これを移行して、s 小なり an プラス p と、こうなりますね。で、今、an って np やったので、これに p 加えると、s 小なり n プラス 1p と、こうなりますね。 でもよく考えると、この n プラス 1p って、a の n プラス1なんですね。じゃあ、あれおかしいなと。スープ a が s に等しかったのに、それを超えるような項あるやん。これは矛盾ですね。ということで、仮定は誤りなので、アルキメレスの原理が成り立つと。こういうことになるんですね。ということで、最後に、このアルキメレスの原理を使って、 n を無限大に飛ばすときの n 分の1が0に近づきますよということを証明しておきましょうまず2に正の数イプシロンを取りましょうはいそうするとアルキメデスの原理を使うと n イプシロン大なり1を満たすような正の整数 n が存在しますねつまりこの p としてイプシロンを取りましたで q として1を取りましたとうこういう状況ですね この時、数列 n イプシロンは単調増加なので、小文字 n が大文字 n より大きければ、この大文字 n を小文字 n に書き換えた方が大きい。つまり、小文字 n イプシロンは1より大きいということになりますね。で、この両辺を n で割ると、n 分の1小なりイプシロンが成り立ちますよと。よって、 リミット n を無限大とパスときの n 分の1が0に近づくというのが成り立ちますよと。ということで、中密性の話に戻って、もちろん、イプシロンだろうが、2イプシロンだろうが、n 分の1がそれを下回ってくるような性の整数 n が存在することがわかりますよということで、はい、ここ実は厳密にやろうとすると、今みたいなことをやらないといけないと。 まもうちょっと軽い言い方をすると、高校数学ではもう認めて使っていた、リミット N を無限大飛ばすときの N 分の1が0であるっていうことを示すには、アルキメデスの原理が必要なんですよと。 いうのが、まあ、この中密性の背景にある、まあ、厳密な部分なんですよ。ということで、この動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画が良かった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。あと、ツイッターもやってるので、ツイッターやってる方は、ぜひフォローもよろしくお願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。